親愛なる妹へ。残念ながら私はまたしても幕府によって投獄され、牢屋からこの手紙を書いている。汚職に手を染めた役人たちが私を反逆者として陥れたが、この日本を深き絶望に導き裏切る者はまさにその者たちだ。裁きたければ裁けばよい。黒船が海に浮き上がる山のごとく到来したあの嵐の夜に、私の運命はとうに決まっていた。あの夜、彼らの心は恐怖に襲われたが、私の心には炎が灯り、新たな日本の未来を照らした。妹よ、この機を逃してはならない。立ち上がり抗うのだ。行く先々で仲間を求め、この目標へ共に歩むのだ。我らが新しき未来を描けば、古き幕府は必ずや倒れるであろう。そうですね、ライズ・オブ・ザ・オニー、間違いなく、チーム忍者でもそうだし、ゴエテクモ全体でも最も長く大きなプロジェクトでした。チーム忍者はずっとアクションゲームを作ってきて、リニアなレベルデザインだったり、そしてハードなボスがいてっていうようなところは、その先にある、ゲームプレイにおいて、その世界に、世界観とかストーリーを通してプレイヤーが本当に没入できるゲームっていうものを制作したいなって思っていて。主人公は主を持たない自由な浪人で、隠し刀と呼ばれる二人組の戦闘員の一人として幼い頃から訓練を受けてきました。ある時、片割れと離れ離れになった主人公は、自分が初めて一人きりになったことに気づきます。幕末は日本の歴史の中で、最も大きな変革と激動の時代です。1858年に黒船と呼ばれるアメリカの軍艦が日本に来航したことで、西洋に向けて200年以上続いていた鎖国を解くことを強いられることになります。黒船来航を契機に、日本国内では西洋からの脅威を抑えつつ権力を維持しようとする徳川幕府と、幕府を倒して日本の在り方から大きく変えようとする長州藩に代表される倒幕派との間で大きな争いが始まることになります。目覚めよ、目覚めよ。この思想は長州藩の萩で生まれました。長州の小さな城下町には、この時代だけでなく後世に大きな影響を及ぼした人物、吉田松陰による松下村塾がありました。実際、世界も時代も全然違いますけど、ソクラテスのような、人物、日本ではソクラテスに、匹敵するというか近いような人物だと思うので、彼の生き様だったり残した言葉だったりっていうものを、ライズ・オブ・ザ・ローニンの中で描きたいというのは、考え思想だけじゃなくて行動を起こすっていうところが非常に重要な考え方、姿勢だと思っていて、草の根の民が立ち上がってこそこの国は真に変わる。ライズ・オブ・ローニンではその幕末というのをその夜明け前の一番暗い時代っていうふうにその捉えていて、その一番暗い時代で起きていることはその幕府の圧政、あと疫病が流行ったりとか、あとその戦いですね、そういうものがいろんなところで起きていて、出陣！その夜明け前の一番暗い時期に人々のこうエネルギーっていうのは、そこでじーっとこう爆発する時を待っている。当然ゲームなんで、エンターテインメント化していくっていう意味で言うと架空のキャラクターもたくさん出てくるし、
で、まあ、架空のキャラクターでね、当然そのゲームのプレイヤーたちに楽しんでもらわなきゃいけないっていうすごいサービス精神はあるんだけど、やっぱこうあの時代のね、こうエネルギーとかそういうものっていうのをこうゲームの中にね取り入れて表現していきたいっていう、こうなんかチームのすごいこう創意をね感じたんですよ。幕末という時代設定に関してなんですけど、まあ幕末特有の、様々な思想や、文化が入り乱れて、すごく、混沌とした、世界観を、まあ、音でも表現したいなと思いました。まあ音楽に関しては、まあ、黒船の来航になぞらえて、海外で作活躍している作曲家のイノン・ツールさんを起用したこともその一つなんですけれども。It's interesting to notice that the two main instruments that are carrying most of the melodies in the score are one Japanese and one Western. The cello, on one hand, it's very westernized, but playing the Japanese melodies, it's almost like talking to this era.And the shakuhachi, on the other hand, such a strong Japanese signature. But when it plays the music from the score, I let it many times play melodies that are more westernized. So together, this choice really added to the whole soundscape of the score. アート的にはまあ全部をそのただ広い場所をただただ作っていくと、まあ、すごくこうぼんやりとしたものになっていくので、そうならないように必ずそのランドマークと呼ばれるそのキーとなるポイントを横浜と江戸と京都、まあ、くしくもあの KT 超えてくもの会社があるところだったりして非常に馴染み深い土地になっていまして、まあ、それで結構イメージとしては湧きやすいものでした。ただまあその当時かなり今とも違いますんで、それをまあ見て調べてイメージを作りつつも、まあゲームとしてはもっとその味付けをしていかなきゃいけないというところで、その色合いですとかけれん味と言われる部分、そこをアレンジして浪人のアートとしてスタートしていった感じです。まあワールドのさまざまな場所を訪れると、族が支配して治安が悪くなってしまっている場所があったりとか、市街地の中でも勢力が違うことで戦闘が起こっていて、そういった部分もゲームの中で感じられるものにはなっているので、そのあたりはうまく再現されていると思っているので、楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってます。決着をつけるぞ。